どうもこんにちは、漫画家のカッピーです。左利きのエレンの原作者やっております。今日はファンの方々と、オンライン飲み会をして、その時にいくつか質問に答えました。今日はその内容の一部を、YouTube で配信しますので、よかったら見てください。よろしくお願いします。カッピーさんに聞きたい6つのことっていうことで、はい、こんな感じで作ってます。で、ネタ的には1から6の数字をカッピーさんが選んで、それに答えてもらうというような感じにします。じゃあ6。6、おっとそっか、これ来たか。内容がドラマの話なんですよ、はいはい、ドラマ左利きのエレンのことをやっぱ聞きたいって話で、主演のエライザさんは、うん、もうずっと前からその俺の漫画読んでくれたのよ。それも知ってる。だからもうツイッターでやり取りしてから何年ぐらい、もうデビュー直後ぐらいから読んでくれてたから、多分4年越しぐらいに初めて会った。おー、今日初めて会うなーと思って行ったのよ。はいはいはい。でエレンがグラフィティするシーンだった。うんうん、あの美術館にグラフィティするシーンだったから、横浜アリタワーで撮影したんだけど、そこに行って今日初めて会うなぁと思って挨拶しに行ったら、そのグラフィティってこの下手くそっていうシーンあった。下手くそじゃねえ、ふざけんなだ、ふざけんな、ふざけんなって言って壁を叩くシーンがあったと思うんだけど、そのシーンで思いっきし指痛めてずっとこんな感じ。挨拶行ったらずっとこんな感じ。こんな間が悪いことあると思って。間が悪い村の村長。村長さんいやーって。でも本当もう完璧だったね、あのエレン。あ、すごかったですね。ね、シーンも綺麗だし、なんかちょっとこうあのエレンの狂気っぽさがやっぱりエライザさんすごい出てて、あ、だから多分ね、あのもしかしたら普通の写真で見てる背高いかも。170ぐらいあるから、170ちょいかな、なんか相当背で、それであのブーツ履いてるから相当背高い。だね、エレンも実は背高い設定なの、エレンもね170の設定なの。だからね、俺の設定だと、エレン170じゃん。で、サエリはその都合上、絵の都合上、あのエレンと並ばなきゃいけないから、さゆりは168なんだよ。あの、全員セーターくそ高えの。キャラクター全員セーター高えの。あの感じで言うと、多分みっちゃんですら結構高いんじゃないの。みっちゃんそんな感じ、なんか猫っぽいっていう、あのちっちゃい感じのイメージなんですけどね、なんかこう。その背高く設定しちゃって、エレンを。それで背高いです。だから、ほんとぴったりでした。次の数字、お願いします。1から5です。じゃあ、5。5。後ろからいきますね。チームサッポーの今後のビジョン、野望はと。はいはいはい。はい。今、この、まあ、クローズコミュニティのところっすね。どうなんだろうね。やっぱいろんな人いるじゃないですか。それこそエンジニアの人もたくさんいらっしゃるし、それこそ和菓子職人の人とかいるんですよ。めちゃくちゃ面白いなとは思っていて、なんかそれが、何か新しいものづくりだったりとか、新しい表現とかにつながるような場にできると、すごい素敵だなとは思ってます。だ、俺が一個考えてるのは、そうね、だから目黒広告者。なるほど。いいっすね。あれですか、ちょっと目黒広告者ってなると僕の負担が大きそう。だからたまに広告も受けるよみたいな。でもなんか金婚の西野さんのサロンで結構そういう代理店受注してますみたいなアピールしてるじゃないですか。できるしと思ってますね。そうだよね。このメンバーいたら、まあ、映像も作れるし、和菓子も作れるし、システムも作れるし、結構最強だと思うんですよ、その組織としては。いや、だから本当に
でもだからそれを強くしちゃうとそのクリエイター以外が参加しづらくなっちゃうから、あそうっすねそうっすね、なんかそれは嫌だなと思って。そうなんですよね。あだからさあれだよ、主な活動はやっぱ雑誌とかでよくて、ファン向けの解放誌、ファン向けの解放誌をファンが作ればいいんじゃない。だからそれでもちょっとハードル高いな、どうしようかな。だからやっぱその HIU とかうまいんだよな、そこら辺が。何？そのホリエモンのその、HIU とか、天才万博って西野さんがやってるやつとかって、その、誰しもが手伝えるっていう領域をちゃんと用意してるじゃないですか。あそこをどう用意するかは結構、まあだからどういう方針かによるな。なんか面白いものをただ作りたいっていう方針で走るか、誰しもが参加できる楽しい活動をしていくっていうことなのかが結構大きい分岐点な気がします。なんだろう、そこありきだとちょっときついかもな。なっていうのも基本的にここに参加してる人たちは150人ぐらいいるけど、120人ぐらいは多分ね、なんかを待ってんだよ。そうですね。なんかそのこの場所にいたらなんかエレン関連のものが流れてくると思って待ってるから、基本はだからそれでいいと思うんだけど。僕もそう思います。エレンをもうクローズにしちゃうからね、その会員しかもうエレンの連載読めないっていう。はいはいはい。でもなんかその緩いコミュニティがよりでかいコミュニティになっていく方ですよね。左利きのエレンを読むためだけにケイクス登録してる人の割合相当えぐいと思うんだよね。なんだろうな、でも理想は俺だってもう漫画描きたいからね。俺が思ってたのはもうすごいシンプルに、その、だから結局ツイッターがもう使えないなと思ってるんだよね。はい、使えない。最初そういう始まりでしたもんね。役に立たないなと思ってて。っていうのも、そもそもクラファンをやろうってなって、順番として話すと、クラファンをやりましょうってなって、でクラファンはきっともう、だいぶ前から宣伝していかないと、伝わんない、知られないってなって、で俺のフォロワーも、2万7000人がいるけど、みんな別に俺な、不思議なんだよね。だから見てないね、みんな。なんか多分その本当にそのタイミングずれて俺の方が見てないね。俺がいくら宣伝しても流れちゃうね、ファーって。で、なんかあるたびに毎回、言ってよーみたいなこと言われるの。言ったわ。イベントやります。アンドレスのケンスさんね。そう、イベントやりますって言って、イベントやりましたって言ったら、行ってよって言われるんだよ。しかもあれだぜ、言えば言うほどフォロワー減んのよ。やっぱ宣伝ツイートだから。でも行ってよって言われるんだよ。だから、ファンを集めようと思ったのが最初。はいはいはい、そうですね。じゃあもうエレンの話聞きたい人ちょっと来てくださいって、ちょっと150人ぐらい集まってくださいって言ってるのが今のチームサウスポーだから、あそこはだからまあ一応今パッと見たけど、まあ150人いて、まあ130人ぐらいアクティブなのかな。その他多分見てないと思うんだけど、でも見てる数で言ったら相当見てると思う。そうですね、 90% がちゃんと見てるんで、だから、まあまあ機能してんなと思って。だから宣伝という意味では機能してるね。だから現状でも十分機能はしていると思っていて。結局、その、ファンを囲い込まなきゃいけないっていうのは当たり前だけど、その、別にお金をこう、回収したいとかじゃなくて、みんな何でクローズにしてるかっていうと、よりダイレクトにするためにクローズにしておいたじゃん。そうですね、そうですね。だから SNS なんかで告知したって、もう、ふわーっていっちゃうから、だからちゃんと自分のチャンネル持ってて、チャンネルに合わせてもらわないと、ザッピングじゃ見つけてもらえないっていうのがあって、そのために、今、
多分その本当にこれマジで見栄で言ってるわけじゃなくて、チームサウスポー募集したときに死ぬほど DM 来たのよ。うん、うん、で、もう本当に俺落っつかなくて、作業が一人ずつ返事書いてやってたから、皆さんご存知だと思うけど、DM が直接俺から来たじゃん。うん、それでなんかこの URL で参加してくださいURL のリンクが違いますとかすげえ来てる毎回こうやって書いてで、本当にひどい人なんか、Facebook 始めますって言って、やってないから Facebook 始めますって言って、その後に Facebook の始め方を俺に聞いてくるっていう。しまうわ。もう150人分ぐらい俺やってたんだよ。ってやって。で、もうこれ以上無理ってやって、今の状態になってるけど、本当はもう何倍も来てたから、うん、チームサウスポーに入りたい人は多分もう結構いるのよ。そうですね、何倍も来ます。募集したら多分1000人ぐらいは多分普通に。で、1000人の 90% が宣伝を見てくれるコミュニティ持ってたらすげえ強いじゃん。うん、それだけでも相当やる価値あるんだけど、それやるにはマンパワーが必要っていうか、俺の親指がどれくらい持つか。分業とかできればいいんですけどね。まあでも、カッピーさんから来るから価値があるのか。いや、別になんか、マンサクが俺の口調でやればいいんだけど、でもマンサクが出せないから。僕もね、あんまりそういう事務的なのが、だからカッピーさんの周りにいる人が、あんまりそういうの得意じゃないんですよ。そうそうそう。どっちかやっぱ、そのどっちかクリエイター側、なんだろう、その、なんか、勢いでやる人が、のが好きな人が集まっちゃってるんで、うまく運用するとかがあんま得意じゃないっていう悩みは正直ありますね。事務処理的なことだったら、こういうところこう集まれる本当にコアなメンバーで分業できそうですけどね。それできたらもう、誰かなったりな。いや、本当、メール送るぐらいだったらやりますよっていう、その管理ぐらいだったらっていうふうに思いますし。めちゃくちゃイケメン。なんで大変だったかっていうのをぶっちゃけトークすると。うんうん、本当に好きかを俺は目視してんの。だから本当に文面だけで分かるし、なんかだから本当に名前と連絡先だけしか返してない人とかは正直飛ばしてんのよ。うん、できないから。はいはい。だから直近であるなと思ったのが、うん、アントレースを買ってくれてる人は相当テンション高いと思うんですよ。あと、クラファンに参加してくれてる人。クラファンの方はそうだと思うんだけど、アントレースはちょっとわかんないな。今この瞬間はそうかもしれないけど、こっからもう少し、ただ単になんか欲しいからっていう人も取り込まなきゃいけないから。まあそうですね、アントレースちょっと機能が違うから。ちょっと違う。で、クラファンはそう。だから俺はクラファンの名立は財産だと思ってるから。そうですね、本当のファンですもん。本当のファンっていうか、支えてくれる人たちですからね。そうそうそう。あ、なるほどね。そのクラファンやった人だけ誘うってことね。そう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 。あ、そのリストでさ、なんだろう、オープンには言わないけど、クラファンの名リストだけで、皆さんが愛してくれてるから、ちょっと誘いますっていう特別感で誘うのはありだなと思いました。あ、もうめちゃくちゃチームサウスポーの会議になってきた、うん、会議です、会議それは現実的だね。確かにそう、うん、結構な人数ですもんね、うん、3011人3000、おすごい。他の質問もいきますか。どうしましょうか。はい、すごい面白い話できました。ありがとうございます、はい、ありがとうございます。1から4まだ残ってます。で、1、4いけよのアントレースの話で裏情報を知りたいということで、おお、これ私なんですけど、うん、ほんと買えないんですよまあクレジットからペイパルに変えた瞬間買えなくなりましたああですね、途中で落ちるダメでしたね別にもあるじゃないですか、 AK5 ってブランドとしてはなんですけど、うん、やっぱアントレース立ち上げてちょっとこう出したっていうところとか、こうそのいきさつとかやっぱ聞いてみたいなって思いますね。で、最初はなんかその
だからそのアントレースのデザインとかディレクションを今やってくれてるその小野さんっていうその有名なすごい超優秀なデザイナーアートディレクターの方がいて、まあ昔から仲良くさせてもらってて、最初はねそれのなんかエレンをテーマになんかデザイン作ってくれたらそれ T シャツで売りたいんですけどっていう、だから AK5 一人で俺がなんかちまちまなんか俺の手先で作ったものを売ってたら、そのあ AK5 みたいに売ってたら同じだから、じゃあこっちはなんか毎回コラボにしようかなとか思って、自分が声かけたいクリエイターさんに毎回コラボしませんかコラボしませんかっていう方にいうレーベルにしようと思った。で話しに行った時に、あいいよって言ってくれて、えじゃあもうちょっとガチでやりましょうかみたいな感じになって、それからだね。だからそっからなんかその時はだから本当に何も決まってなくて、なんか左利きのエレンっていうお題に対してなんかデザイン作ってくれませんかぐらいの感じだった。はい、単発企画だった。あでも話してるうちになんかじゃあアントレースのロゴ作り直してくれませんみたいな感じで言ってて、あ、はいはいはい、アントレースのロゴって俺ずっと俺が勝手に内文字でやってたの漫画の中に登場させてただけだから、なんかアントレースってちゃんとロゴ欲しいなと思ってたから、アントレースのロゴって作れませんかねみたいなこと言ってて、これじゃあなんかじゃあアントレースっていうロゴ T を作るとするじゃん、でこのロゴ T は何なんだろうと思って、スタッフ T クルー T みたいな、なんかその多分社員が作ってんだろうなみたいな感じで、あ社員が着てるんだろうなと思った時に、なんかそっからなんか徐々に楽しくなってきて、この、うん、で神谷がそのアントレースの社員の T シャツ作ったら他何作るかなみたいな感じで考えてたら、これじゃあもうそういうシリーズでやっちゃわないみたいな感じになって、でアントレースっていう神谷雄介がデザインしたものたちっていうのをじゃあ実際に作りませんみたいな感じになって、いやでもいいですね。やっぱりなすごい売り方、まあ、ファンからするとこっちも面白いんですよね。やっぱりもうどうしても買いたいっていうこの熱量まさか時間じゃないですか、言うても仕事してるし、うん、そうですね、仕事してるけどきっと何かしら時間作っていってるんだろうなっていうのを考えたらめちゃめちゃ面白いなと思って、なんだよね、あの時間エレンファンがみんなトイレ行くっていう、そうそう本当にアントレースで多分そんなも別に儲かるわけじゃないの、ね、俺が頑張っても、うん、けどアントレースっていうアパレル事業を始めるとすげえメリットがあって、アントレースの商品全部手に入るっていう確かに